セタビポッドキャスティング。皆さんこんにちは。世田谷美術館で2018年9月8日から11月4日まで開催した企画展、民家の画家向井純吉人物交流記に関連し、展覧会担当学芸員による向井純吉の生涯と画業のお話をお届けします。草屋根の民家を描き続けたことで知られる洋画家向井純吉は、世田谷区鶴巻にアトリエを構え制作を重ねた作家です。企画展民家の画家向井純吉人物交流記では、向井が考えを込めて綴った様々なエッセイを手がかりに画業を紹介しました。この度のセタビポッドキャスティングでは、いつもと趣向を変えて展覧会を担当した学芸員の友人が美術館へ訪ねてきたことから始まる会話劇としてお届けします。ごゆっくりお楽しみください。こんにちは。あ、よくいらっしゃいましたね。少し時間あるのかな。ええ。じゃあ展覧会についてちょっとご案内しましょうか。ありがとうございます。ぜひ、うん、どんな画家か知ってます？この向井純吉さんっていうのは。いや、ごめんなさい、実は全然わからなくって。うん、そっか。年齢で言ったらね、今はもう生きてたら117歳8歳9歳ぐらいですね。上手ですね。うん、で1901年にね、明治の34年ですけれども、生まれて、で生まれ故郷は京都なんですよ。でそれからずっと長生きをされて、1995年に亡くなってるんですね。だからほぼ20世紀をこの向井純吉さんっていう人は生きたという、そういうその人生だったんですけれども、でもその20世紀っていうのは考えてみると、明治以降ね、日清日露戦争があったり、それから太平洋戦争があったりね、いろんな大きな戦争もあったし、それから例えばその戦争が終わって、太平洋戦争が終わって、日本中のいろんな町がこう空襲とかいろんなことで、壊れていって、それを復興していくという時代でもあったし、高度経済成長という1960年代からこう始まる日本のこう目覚ましい高度経済成長の時代もあったし、でもその反面、なんて言うんだろうな、公害とかね、それから地方の過疎化とかね、そういったことが問題になった時代だし、やっぱり今の私たちの生活があるっていうのは、そういったいろんなさまざまなこう日本が体験してきた世界の中でどういうことを体験してきたかって、まあ、そういうことのなんか土台の上にあるんだなと、まあ、そんな時代を向井さんは生きてきたわけですよね。うん、どうして向井純吉さんは画家になったのかしら。ね、絵描きに画家になるとか、それから小説家になるとかね、あるいは俳優になるとか、普通に何かこうお勤めするような生活をしてる人から見ると、うん、とても不思議な感じが、ね、なんでそういうふうなことになったんだろうってね、思いますよね。まあ一つはその人が育ってきた家庭環境みたいなものとかで、やっぱりあとはその普通に学校に行ってて、とても例えば語学をね、興味深く、なんていうかな、その関心を引き出してくれるような先生と出会うとか、国語の先生と出会って文章を書くようになるとかね、美術の先生にこう見出されて、君は絵の才能があるよとかね、いうような、まあ、そういうような学校の先生との出会いとか、それから家庭環境なんかもあるかなと思うんですよね。で、向井さんの場合はどちらかというと家庭環境かなという気がしますね。そうだったんですね。向井さんのお父さんというのは、宮大工をやってた人でね。へー、珍しい職業。そうね。で、それからね、お母さん方のね、おじいさん、
これも宮太鼓をやってた。それでその年がまあ違う二人が、あるそのお寺の普請場で工事現場でね、出会って、でまあうちの娘をもらえよというようなことで、まあ向井さん生まれるんだけれども、向井さんが物心ついた頃っていうのは、あのお父さんは宮太鼓はもうやめて、でちょうど明治の時代だから、日本のいろんな物産を、なんていうかな、名品、名産みたいなものをこう海外に輸出して、博覧会ですね、博覧会まで出したかな、よくそれを、そこまでは分かんないんだけども、外貨をこう獲得するっていうのはね、そういうその布告を、目的とした産業振興みたいなのがあって、で例えば刺繍屏風とかついたてとかね、まあ、そういったものを作る工房をお父さんは職人さんを雇って、営んでいて、だから何て言うんだろうな、何にもないところからね、いろんな材料を集めて物が出来上がっていく様子っていうのを向井さんは小さい頃から見てて、やはりそのものづくりの面白さみたいなものを体験してた、実際の日常生活の中で。でお父さんは向井さんにその自分の工房の跡継ぎになってもらいたいという思いもあって、まあ工芸とか、まあいわゆる日本の伝統的な美術を学ぶような学校にこう向井さんは行くんですよ。ところが途中でね、向井さんはそのちょうどその頃かな、1900年代の10年代、1910年代の半ばぐらいから、京都にもその油絵を描く人がいろいろ出てきた。で特に日本の洋画の、近代の洋画のその何ていうの、漱石だね、漱石で大きな役割を果たした浅井中さんというね、作家、ご存知でしょう。でね、その人が京都に来て、私の塾ね、私塾みたいなものを開いて、それでその油彩画の勉強っていうのを若い人たちにこう提供するようになった。でそんなこう片割れで向井さんは、油絵ってなんかやってみたいなってことになって、でお父さんにはまあ反対されるんだけれども、浅井中さんが作った関西美術院っていう学校に行くようになってね、そこで油絵を学ぶようになる。当時新しい芸術だったんですね。新しいよね、それはもうなんかこうきっと若い心に油絵の具の香りが火をつけてしまったという感じかもしれないな。憧れのようなね。でそれで向井さんは今度本格的にその油絵を勉強するためにはヨーロッパに、パリに行こうと思い立つわけですよ。でまあその間には向井さんは、大阪の高島屋のね、図案部っていうところでお仕事したりして、まあいわゆるその、なんていうんだろうな、DM のデザイン、今でいう DM のデザインとか、ポスターとか、いろんな包装の用紙のデザインとかね、まあいろんなことをやられてたと思うんですけども。とってもおしゃれな職業についていらっしゃるんですね。そうね、デザイナーだよね、言ってみればね。で、それで、まあそんなような生活を送ってるんだけれども、やっぱり画家になりたいっていう気持ちが闇がたく、まあそこでのお給金とお父さんにおねだりして、で、まあ一番お金がかからないでいいのは、まあ九州から大陸に渡ってずっと北上して、シベリア鉄道を使ってほぼ2週間電車乗りっぱなしで、モスクワ経由で行くっていう、パリまで行くと。で、その三等車のお客さんの一人として、乗っかって行くわけですよ。で、ヨーロッパにね、行って何しようとしたかっていうと、ルーブル美術館に通って、ルーブル美術館に飾ってある様々なその名画を模写して勉強しようって考える。そんなことができるんですか？うん、できますよ。今でもそれはね、制度っていうかな、そういうその美術館としての絵を勉強する、美術を勉強する人に対してのサービスっていうのもあってね、やっぱり文化大国フランスですね。でそれで向井さんはまあそこに
ルーブルに行って許可証をもらって、で21点の模写をするんです。向井さんがそのパリに向かったのは1927年、昭和2年のことなんですね。この時向井さんは26歳で、まあその今お話したような電車でとことこ出かけるわけですけれども、うん、で、あの ルーブル美術館で模写を、まあ、やるわけですね。で、その模写をやるっていうのは、単なるその表現の勉強ということではなくて、やっぱりどういう絵の具をどういうふうに使っていたのかとか、それから、なんて言うんだろう、どういう目の荒さというか織りの具合のキャンバスに、作品をが描かれていたのかという、そういうことまで全部調べて原寸大で全部模写をしたんですね。だからなんて言うんだろう、単に模写がうまく描けるようになるということではなくて、模写を通じて西洋美術の伝統的な技法とか、あるいはそれを描いていく描いていた当時の画家たちのね、やっぱり作品の絵の思いみたいなものをそこからおそらく汲み取るというようなことをしたんじゃないかなというふうに思いますね。例えばどういうものを模写していたかといえば、コローとか、それからルノアールとかいう人たちの作品も模写しているし、アングルとかね、それからデューラーとかね、ちょっとその古典の人たちの古い作家たちの作品も模写をしているわけですね。特にコローの作品は21点のうち4点模写してて、ある種のそのコローの持ってる自然感みたいなものに向井純吉さんは非常に惹かれたっていうことが、まあ、この模写の様子からもわかりますね。当時からそういった自然のようなものに関心があったということですね。自然風景っていうか、でもまあそれは向井さんが生まれ育った京都っていうのは、町から一歩外出れば、まあ、豊かなその穀倉地帯が広がってて、そので古いその古都としての魅力と、それからその豊かな穀倉地帯っていうのがね、非常にこううまく混ざり合った風土だったんじゃないか、まあ、そういうことが向井さんの幼少期の体験、まあ、そういう体験っていうのが、彼のこうなんていうかな、興味の領域っていうか、そういうことを、そういうものをこう育んでいくね、土壌にだったんじゃないかなというふうに思いますけどね。20代の若い時からご関心があったこととか、その後家や自然の、民家や自然を描くようになった土台というのは、その最初からお持ちだったんですね。そうですね。まあそれで昭和5年に、1930年には日本に帰ってくるんですけども、その年のに向井さんは結婚して、で東京に出てくるんです、上京してくるんですね。で目黒の方とか、まあ、他にいくつか住まいがあって、1933年、昭和8年に、今鶴巻にあるね、向井純吉跡絵館というのがありますけれども、鶴巻に住むようになったんです。だから亡くなるまでずっとそこに向井さんは、そうですね、60年以上ということになるのかな。最初からああいった建物だったんですか？いやいや、その前にはね、菅原栄三さんっていう建築家が住んでいた建物があって、で、まあ、菅原さんの話をするとまた長くなるんだけれども、菅原さんがね、その鶴巻の一帯でね、芸術家村を作ろうとちょっと思ったらしい。だけどまあそれはうまくあんまいってないんだけれども、まあそういう誘いに乗って向井さんが来たのかどうかはあんまり はっきり分かってないんですけれどね、でもその菅原さんが使っていた、建築家として使っていたアトリエを向井さんが譲り受けて、その地に住むようになった。だからその菅原さんの住んでたアトリエっていうのは、その後まあ増築しながら向井さんは住んでるんですけどね、1961年に、不審火でね、火事になってね、
アトリエとか応接間とか重要なその家の、まあ、部分が燃えちゃうんですよね。消失しちゃう。で、そんなので、まあ、向井さんは家を建て替えるんですけども、その建て替えたのが向井純吉アトリエ館。当時の世田谷って、どんな風景だったんですか？ね、ちょっと想像もつかないけど、まあ、その向井さんいろんなエッセイを書いてるんですけどね、その中で引っ越してきた当時のやつを読んでみると、うん、駅から多分ね三軒茶屋からずっと歩いてきたらしいんですけれどもね、当時は、うん、結構距離ありますよね、うん、で両手にね、夜なんかはね怖いからね、両手にこう石を持ってね、それでこう家までおっかなびっくり帰ったとかね、それからもう夜のうちに知らない間に玄関に大きな青大将が蛇だよね入ってきてて、でそれがトグロを巻いてたとかね、まあ山鳩とかキジとか小樹形とかね、そういう鳥がもなく本当に森の中の、住まいだったみたいですよ。柏原市に出てくるようですね。本当本当だから、まあ、そんなような昭和8年1933年っていうのは、まだ鶴巻っていうのはそんなとこだったんだけれども、でもちょうどこの頃しばらくすると日中戦争とかね始まって、で向井さんもそうですけど、いろんな画家たちが、戦争、いわゆる戦争画っていう、戦争作戦記録画っていうのが正しい言い方だけども、そういうその戦地の様子だとか、いろんな重要な、軍事上の会談の、様子を記録した絵画とかね、そういうものをこう軍からの移植を受けて描くようになる。で向井さんも、その一員としてさまざまな洋画家たちと、いろんな戦地に行くんですよ。で初めは中国、それからフィリピンに行ったりとかね、で最後はもう本当にたくさんの人たちが亡くなったインパール戦線というところに行きますね。昭和19年の出来事ですけれども、この時には作家の日野足平さんと、それから音楽家の古関裕二さんと3人で、出かけるんです。3人だけじゃないですけどもね、そこにこう記者の新聞記者の人がいたりカメラマンの人がいたりするんですけれども、当時それは報道招待って呼ばれて、軍人さんが印刷していろんな戦地に行くわけですね。でそこでもやっぱりインパール戦線っていうのはもう本当に多くの人が何万人という人が亡くなった作戦 で向井さんも日野さんも命からがら帰ってきたというところなんですね。そんな非常に辛いっていうか厳しい戦争体験っていうのも向井さんはされて、それはやはりその後の向井純吉さんのね画家としての歩みに、本人はそのことを強くとか大きい声で言ってるわけではないけれども、多分に影響してるんではないかというような気がしますね。でも向井純吉さんが、私たちが目にするような、かやぶき屋根の民家を描き始めたのはいつぐらいだったんでしょうか？そうね、これはね、その長い戦争の時代が終わって、で1945年の夏に戦争が終わりますでしょ、でその年のね秋から向井さんは民家を描き始めてるんですよ。戦後すぐなんですね。そうで、それはどうして描き始めたかっていうと、新潟県のある町にお嬢さんが疎開をしていてね、向井さんのお嬢さんがね、そのお嬢さんを向井さんが迎えに行ったわけ、戦争が終わったから、で、その町っていうかな、本当に、新潟のその秋のね寒くなり始めた、ちょっと暗い、寂しいね、風景を目にして、いや、日本にはこういうこう、ありふれてるけれども、美しい人間の営みとかね、それを支えている、
まあ民家がね、まだたくさん残ってると。だけどそれが、なんて言うんだろうな、これが向井さんのなんか直感でもあるし、あるいは戦争中に他の国で彼が見た他の国の町や人々の生活が戦争でなくなっていくっていうね、現実。まあ、そういうことを含めて考えると、何か今のうちに、こういう日本の古くからの暮らしとか、それからそれを支える、暮らしの拠点である民家っていうものを、なんか描き残しておかなければいけないんじゃないかって。何かすごくね、その、さびれたっていうか、はい、終戦後の物悲しいその、人も町もね、暗く沈んだ風景の中にある種の美しさっていうのを見出して、それを残して書き残しておくっていうことも重要じゃないかっていう思いにね、すごく強くとらわれた。でそれが向井さんが民家を描き始めるどうもきっかけになってるようですね。そんな細かい心の動きまでエッセイに書かれているんですか？書いてるんですよ。でそれはもう本当に戦争終わってすぐの、まあ、翌年のお正月ですね。だから1946年、昭和21年の正月号、ある雑誌の正月号にそのことを書いてるんです。でそういうものを読むとね、やっぱり向井さんが戦争中にかなり人間としてね、深い、なんて言うんだろうな、最もこう人間の生活に大事な日常みたいなね、暮らしみたいなことに対して思いをこう寄せていった。だからその初期の 戦後の早い時期の作品っていうのは、その民家っていうよりもむしろ人間の労働みたいなことに関心がいっててね、向井さんの絵っていうのは割とこう人気がない民家の風景の絵が多いんだけれども、その頃はやっぱり人がこう描かれてる作品が結構あったりして、向井さんの関心っていうのがやっぱり民家ということだけではない、民家の形ではなくてね、やっぱりそこにこうそれをよりどころとしている人々の日常にあったってことがよくわかりますね。民家といってもどのあたりを描かれていたんですか？なんだろうな、実はね、さっきお話したけど、1961年に、初め住んでいたお家が燃えたっていう話しましたよね、火事になったって。だから、戦後から、その1961年ぐらいまでの向井さんの民家を描いた、そのどの辺の民家を描いたかとかね、足取りっていうのはあんまりはっきりわからない。例えば数字で表すことができないんですよ。記録がちょっと燃えちゃってて。だからそれはあくまでも向井さんが残された絵画とか、それからいろいろなエッセイで書かれているようなことを、まあ手がかりにして推測するしかないんですけれども、そのご自分のうちの火事の後を、28年間ぐらいにわたって、だから1988年ぐらいまでか、丹念にね、その、今日はどこに行って、何月何日ね、どこどこに行って、何号の大きさの、何ていう作品を書いたかっていうのをね、一冊のノートに延々と記録してある。で、それが全部で、その28年間で1074点の記録が残ってるんですよ。すごい数ですね。すごい。で、それを見るとね、向井さんが民家を求めて、民家のある風景を求めて旅していたのは、北海道から、九州のね、知覧っていうところまでね、及ぶ。で、ただ、どうしたって、その、自分好みの、形とかね、風景とかあるでしょ、で、それで考えると、埼玉県が一番多いですね。そうなんですね。そう、意外でしょ、で、やっぱり埼玉県って、武蔵野っ
って言われているエリアの中でもかなり広域を占めているわけで、で向井さんはやっぱり国木田独歩とかね、それから徳富ろ過とかね、そういう人たちの、なんていうかな、ある種の武蔵野論というか、武蔵野を愛する心みたいのにとても惹かれていたようで、やはりその武蔵野の風景っていうのが、ちょっとその彼らの向井さんたちの世代にとってはね、なんて言うんだろうな、どことなくその当時の日本人のアイデンティティをこうくすぐるものがあったんじゃないかっていう気がしますよね。で雑木林が延々と続くわけですよ。で田があったり、畑があったりね、茶畑があったり、で緩やかな起伏がずっと繰り返されていて、でどの道歩いてもなんか同じ、二度と同じ道は歩かないぐらいこう、様々な風景と出会える道があって、その中で民家と出会うわけですよね。だから季節的に言えばやっぱりその梅の季節から向井さんの屋外でのこう絵画作品というか、その民家を描く仕事は始まるんですけどね。でそれからまあ何だろう、関東でその武蔵野のあたりで梅を描いて、それからちょっと遅れて春がやってくる長野の方に行ってね、杏の花を描いたりして、どんどん進んでいくんですね。そう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 。それで今度はもうちょっと春の遅い、岩手の方に行って、で新緑の山とか、それから水田に水が張って、これからいよいよお米を育てますよっていう季節、まあそういうものをこう、とその民家というようなものを描いたりして、でまた秋になると武蔵野のこう、なんていうかな、落葉していく、その武蔵野の様子と民家っていうものを書いて、で12月はだいたい生まれ故郷の京都に必ず行ってますね。まあ、湯豆腐が美味しくなるっていう、日本酒が美味しくなるっていう季節でもあるかもしれないけど。そんなエッセイもあるんですか？ありますよ。食べ物のエッセイもいろいろあったりしてね。本当にいろいろ書かれてるんです。だからまあ1年そういう、その、なんていうかな、向井さんは絵を描くためにいろんなところに出かけるわけだけども、それは一種のこうフィールドワークでしょ。で、そういう実際に彼が自分の足で歩いて、時刻表で汽車を調べて、乗り継いでバス乗って山の中歩いて、やっぱり、あ、日本の四季ってこういうふうに動いてるんだっていうことを、その活字からの情報や人からの話じゃなくて、実体験を通じて、自分で探して、納得して、で獲得を決めていった、これはね、やっぱり他の人にはできなかったね、仕事だなんだろうっていうふうに思うんですよね。ある種のこう自然観っていうのが絵画に反映しているっていうことだと思いますね。ところで、人物交流記ってどういうことなんですか？最後に聞いてくれましたね。この展覧会のね、メインのタイトルになってるんですけどね。やっぱり絵画の展覧会って一人の名前がこう出て、何々展って言った時にはその人の作品だけが出てるでしょ、普通ね。だけども今回の展覧会では、その向井さんが、絵を勉強し始めた頃のね、お師匠さんたち、浅井中さんの作品なんかもありますけれども、実際に向井さんが手ほどきを受けた先生たちの作品とか、それからまあ少しですけれども、その一緒に戦争に行って苦労した、日野足平さんの資料とかね、それからまあこれは画家ではないけれども、日本橋でお店をやってらっしゃる有名な大名軒というお店がありますけどね、あそこの創業した方、茂木慎吾さんっていうんですけども、今の日本橋のお店を開く前からね、向井さんは交流があって、で最後茂木慎吾さん亡くなった時は向井さんは葬儀委員長まで勤めてるんだけれども、その茂木慎吾さんの厨房に立つ国産姿のね、茂木さんを描いた作品とかね、
まあ、そういったものとか、あとはいろんな本やなんかの挿絵とか、表紙の原画とかを向井さん随分描いてる、まあ、想定なんかも含めてやってるんだけども、そういうところを見ると、文筆家のね、小説家の人たちとの交流なんかも随分深くあったと、まあ、そういうその向井さんが画家として生まれて、画家として生まれてっていうか画家として成長している頃に出会った人々とか、それからさまざまな形で出会った文学の人たちとか、うん、そういう人たちの交流みたいなものをこの展覧会を通じてご覧いただこうと、うん、まあ、それは一番初めに申し上げたように、うん、20世紀っていう時代が非常に波乱に満ちた時代だっただけにね、うん、やっぱりそれは一人では生きてこれずに、うん、いろんな人との関わりの中で時代が変わっても自分の、まあ、美術家としての生き方みたいなものをね、人との出会いの中で栄養を吸収したり、心の勇気を養ってみたりしながら進んできたんだなっていうことをね、まあ、この展覧会を通じて、見てご覧いただいてね、納得していただければいいなと思ってますね、絵の中につながる、そう、人とのつながりね、交流がね、はい、ありますね。企画展、民家の画家、向井純吉人物交流記は、2018年9月8日から11月4日まで開催しました。向井純吉が長年愛用したアトリエ兼住宅を美術館として改装し、1993年に開館した文館、向井純吉アトリエ館では、2019年3月17日まで、向井純吉民家の旅、風土の形を求めてを開催中です。東急田園都市線駒沢大学駅西口からは徒歩10分ほどです。ぜひご覧ください。